話は聞かせていただきました。やっと本性を現したんだぞ。よくも俺様たちを騙してくれたな。お前たちどこから聞いた？最初から全てですよ。談話室を出てからのお二人の会話はずっとアズールのスマートフォンから全世界にライブ配信されていたんです。は？現在アズールのマジカメアカウントのライブ配信を視聴中のユーザーは5000人超え。某有名魔法師養成学校の闇実況として話題騒然です。副寮長の晴れ舞台、もちろん寮生の皆さんも談話室に集まって視聴中です。ジャミル副寮長、今の話は本当なんですか？今までずっと寮長や僕たちを騙していたと。いい人ぶっておいてひでえやつ、とんだ嘘つき野郎なんだぞ。それは違う。俺はもう言い逃れはできませんよ。アズールに使った洗脳魔法が動かぬ証拠。ジャミルさん、あなたこそユニーク魔法でカリムさんを操りスカラビアを混乱に招き入れた黒幕だ。ことを荒立てるつもりはなかったが、こうなれば仕方ない。アズール命令だ。こいつら全員ねじ伏せて拘束しろ。はい、ご主人さん。アズール、いけません。正気に戻りなさい。呼びかけなど無駄だ。はい、僕はジャミル様の忠実な指紋な。わけないじゃないですか。何？ジャミルさん、先ほどのお言葉そのままあなたにお返ししますよ。僕を傲慢な魔法師と思って油断していました。熟慮の精神をモットーとするスカラビアの副寮長ともあろう者がざまに。どういうことだ。確実に目を見て洗脳したはず。僕はいつでも万全の対策を練ってから行動を起こす堅実な魔法師ですからね、えフロイド。海蛇くんさ、ちょっと油断すんのが早かったんじゃない？ほな、おめえなんだその声。俺アズールと契約してこの低い声をもらったんだ。どう？渋くていいでしょう。代わりに俺の自慢のユニーク魔法バインド・ザ・ハートをアズールに差し出した。フロイドのユニーク魔法バインド・ザ・ハートは相手の魔法を妨害し矛先をそらすことができる魔法なんです。監督生さん、ご明察です。僕はフロイドから巻き上げた元を担保に預かったバインド・ザ・ハートを使いジャミルさんの洗脳魔法を回避した。そして操られたふりで油断したジャミルさんから真相を聞き出したというわけです。さすがアズール、むちゃくちゃ性格悪いんだぞ。頭脳派と言ってくれませんか。ま、カリムさんがジェイドのユニーク魔法にも屈さないほど強く思う相手など彼しかいないだろう。と
予想がついてたからこそ立てられた作戦ですがね。じゃあ見る。これは一体どういうことだ。カリム、お前が俺を操っていたなんて嘘だよな。最近たまに意識が遠のいて、いつの間にか時間が過ぎてたりしたことがあったけど、でもただの貧血か居眠りだろ。俺どこでも寝ちまうからさ。お前にもよく怒られてたしな。あそうだろ、俺居眠りしてただけだよな。お前が俺を操るなんて、俺を追い出そうとするなんてするわけないよな。ジャミル、お前だけは、お前だけは絶対に俺を裏切ったりしないよな。だって俺たち親友だろ。おい、どうしたんだ。そういうところだよ。え？俺はな、物心ついた時からお前のそういう能天気でお人よしでバカなところが大嫌いだったんだ。こっちの苦労も知らないでヘラヘラしやがって。お前の笑顔を見るたび虫酢が走る。もううんざりだ。もう取り繕っても意味がない。俺はな、お前さえいなければと毎日毎日願い続けてきた。だがそれも今日でおしまいだ。俺も家族も何もかもどうにでもなれ。待て、ジャミル。瞳に映るはお前の主。尋ねれば答えよ、命じれば神戸を垂れよ、スネークウィスパー。頭が、まさか寮生全員を洗脳にかけただと。お前たち、カリムとオクタビネルの奴らを外につまみ出せ。はい、ご主人様。ジャミル、なめんじゃねえ。まとめて相手になってやる。それな、考えたな。はいはい、お前は俺の手の内だ。どうする。てい、たわいないな。くだらない。いいんじゃない、任せとけ。取れ、こんなもんかな。もらった。どうだ。俺もそうさ。気楽にな。お前は俺の手のカーブだよ。踊れ。待ったなし。こういうこともできるんだぜ。どうかな。見て、始めよう。なるほどな。大丈夫か。せい、優雅さが足りないな。ほら、すべてうまくいっただろ。これほどの大人数を同時に、しかも個別に操れるのだ。
平凡なんてとんでもない。彼の魔力はスカラビアどころ、学園の中でも間違いなくトップクラスだ。こいつら何度締めてもまた起き上がってくんだけど、ゾンビかよ。ジャミル、もうやめろ。分かったから、お前が寮長になれ。俺は実家に戻るから。はあ、何言ってんの。俺の呪縛はそんなことで簡単に解けはしない。カリ、お前がこの世に存在する限り。いけません、ジャミルさん。これ以上ユニーク魔法を使い続ければブロットの許容量が。うるさい！俺に命令するな。俺はもう誰の命令も聞かない。俺はもう自由になるんだ！なんだあれ、ジャミルの姿が。空模様まで変わっていく。これはアズールの時と同じ。オーバーブロット、援軍の見込みがない冬休みだというのに厄介なことになりました。あいつも闇落ちバーサーカーになっちまったのか。ブロットの負のエネルギーが膨れ上がっていく。皆さん構えてください。俺の魔法の前にひざまず。俺と勝負？いいぜ、受けて立つ。味に策を取ろう。お前は俺の手の内だ。お前は俺の手の内だ。そう怒るな。俺を見貴様。こんなものだ。貴様、貴様、見せてやる。信じるの？いいな。そう怒るな。無理はすんなよ。引っ込んだ。いい度胸。貴様、貴様、ナイスショー。見て、それ。貴様。オッケー、準備はいいよ。そう怒るな。手ごっつ貴様、貴様。ああ、貴様、貴様、見せてやる。お、いいな。そう怒るな。見せてやる。貴様、貴様、こっから。貴様、ほら、すべてうまくいっただろ。無能な王もペテン師も、お前らにもう用はない。宇宙の果てまで飛んでいけ！そして二度と帰るな！ドッカーン！ナイスショット！アバよ、カリム！
なんか最近こんなのばっかりなんだぞ。マジで寒いんだけど、流氷の下見て。カリムさん、カリムさん、ご無事ですか？しっかりなさってください。ここはよかった、気がつかれましたね。どうやらスカラビア領のある時空の果てのようです。グリムさんはケムクジャラですし、僕たち人魚はある程度寒さに強い体ですが、監督生さんとカリムさんは長時間ここにいるのは命の危険が伴いそうな寒さだ。ほうきも絨毯もありませんし、飛んでいくことはできません。どういたしましょうか。だるいけど歩いて帰るしかなくね。吹き飛ばされて着地するまでかなり滞空時間が長かった。徒歩で帰るには何十時間かかるか。それにしてもフロイドのその声落ち着きませんね。契約書を破って破棄しますから元に戻しましょう。結構気に入ってたのに。声元に戻ったみたい。アズールと契約してユニーク魔法を貸すだなんてよくできますね。我が兄弟ながら感心します。なんだかんだ理由をつけて魔法を返してくれない気がするので、僕なら絶対にアズールと契約なんてしたくありませんよ。確かにアズールならやりそうだけどさ、俺別に魔法が返ってこなくてもいいし。声に飽きたらまた別の契約すりゃいいじゃん。お前たち聞こえてますよ。ジャミル、信じてたのに。あれ、ラッコちゃん泣いてんの？涙凍るよ。俺のせいだ。知らないうちにジャミルのことを追い詰めちまってた。ジャミルは本当はあんなことするようなやつじゃない。いつも俺を助けてくれて頼りになるいいやつで。出た、こいつのきついツッコミ。でも俺も小エビちゃんと同意見。ラッコちゃんいい子すぎるっていうか、なんつうかうざい。で、うざ。そうですね、もし僕があんな裏切り方をされたら、持ちうる語彙の限りに罵って精神的に追い詰め縛って海に沈めますよ。それを自分のせいだなんて、いいやつを通り越してちょっと気持ち悪いです。気持ち悪い。いや、でもジャミルは絶対に俺を裏切ったりはしないはず。いや、めっちゃ裏切ってるじゃん。しかもラッコちゃんに罪をなすりつけて追い出そうとしてたとか、マジで最低じゃん。卑劣さのレベルで言えば
アズールと比べても見劣りしません。自信を持って裏切り者と罵っていいと思いますよ。カリムさんの他人を信じ切ったいい子ちゃん発言は、僕やジャミルさんのようにひねくれた。いえ、計算で生きている人種からすれば、チクチクと嫌味を言われている気にすらなります。小さい頃からずっとそうやってジャミルさんを追い詰めてきたんですね、あなた。ですが、あなたは何も悪くありません。あなたは生まれながらに人の上に立つ身分であり、両親や身の回りの人間から一心に愛情を受け、素直にまっすぐ育った。それゆえに無自覚に傲慢であるというだけですから。カリムさんの場合、将来天真爛漫な性分でらっしゃる気もしますが。そうか、ジャミルは悪いやつなのか。それなら早く帰らなくちゃ。あいつを殴って裏切り者って言ってやらないと。一発じゃ足らねえんだぞ。さらにオアシスまで10往復更新させてやるんだぞ。ええ、それに早くジャミルさんを正気に戻さなければ、彼自身の命も危ない。彼の魔力が尽きる前に戻らなければ。だからさ、どうやって戻るの？早歩き？そんなのんびりしてたら俺様の鼻が凍っちまうんだぞ。川でもあれば泳いで戻れたのですが、周辺の川はどこも干上がっているようですね。川？水が欲しいのか？ええ、フロイドとジェイドが本来の姿に戻れば、ホーキー以上に速度が出るはずです。しかし、乾いた川を元に戻すなんて僕らには不可能。俺、できるぞ。俺のユニーク魔法、オアシスメーカーは少しの魔力でいくらでも水が出せるんだ。川が作れれば寮に戻れるんだな。なんですかそのユニーク魔法、すごすぎませんか。普段は水道があるから全然役に立たない魔法なんだけどな。アッハッハじゃないですよ。まだ治水環境が整っていない国などでは英雄ものの魔法じゃありませんか。そんなの商売になりすぎる。下世話なアズールのことは置いておいて、カリムさん、ではお願いできますか。川を作ればいいんだな。わかった、任せておけ。すげえ、みるみる川が水で満たされていくんだぞ。ではフロイド、川が凍る前に行きましょう。アズール、グリム君、僕の背中につかまって。小エビちゃんとラッコちゃんは俺の背中ね。あれ、でもアズールは人魚なんだろ？自分で早く泳げるんじゃねえのか？
アズールは人魚になっても泳ぐのが早くありませんから。それは尾びれの形状差のせいです。さあスカラビア領へ向けて出発しますよ。食料も飲み物も全部持ってこい。今日は宴だ。アホな王が消え、真の実力者が王になった記念日だからな。ああ、とてもすがすがしい気分だ。いくらでも魔力が湧き上がってくる。仰せの通りに、ご主人様。ジャミル様こそスカラビアの王にふさわしい。ジャミル様、万歳。ははは、そうだろう。もっと言え。俺を褒めたたえるがいい。あなた様はとてもハンサムで。ほう、色黒で背が高くて。それで目がつり上がっていてとても賢そうです。それから肩が怒ってて。見るからに強そうな感じだな。なかなかの褒め言葉じゃないか。お前たちは時空の果てまで吹き飛ばしたはずだ。この短時間でどうやってここまで戻ってきた。乾いた川に水を満たして泳いで帰ってきた。思ったより遠くてかなり疲れた。なんだと。そうか、カリムのユニーク魔法で。お前の魔法にも使い道があってよかったじゃないか。植木の水やりか、お遊戯くらいにしか役に立たないくだらない魔法だと思っていたのに。カリムさんの力を侮っていたようですね。ジャミル、お前が俺をどう思ってたかよくわかった。間違いなくお前は卑怯な裏切り者だ。バカめ、疑いもせず信じる方が悪いんだろ。正々堂々俺と勝負しろ。そして俺から奪った領長の座返してもらうぜ。奪っただと。どの口が。俺から何もかも奪ったのはお前の方だ。思い知るがいい。この俺の本当の力を。にゃっ。俺の魔法の前にひざまず。ここは俺の縄張りっす。どうか。了解した。すべてをそう怒るな。面白いか。貴様、貴様、引っ込んだ。やるだろ。貴様、貴様、アイスショどうか。それで行くか。そう、そう、来るな。くたばれ。行くぞ。貴様、よし。いで、こういうこともできるんだぜ。了解した。いいと思うぞ。大
丈夫か。そう怒るな貴様。まだ足りない。貴様貴様、宇宙の果てまで飛んで行け。お、いいな。面白そうだ。無理はすんなよ。口応えをするな。よし。貴様アイスショー。いいな。貴様。オッケーっす、うまくやるんすよ。そう怒るな。貴様くたばれ。ロースト。貴様貴様、よし。面白そうだ、いいと思うぞ。じっと。すべてはうまく口答えをするな。貴様よし。たまには。貴様貴様、わかったか。これが覚悟の差だ。